時計動き始めました。はい、動きました。はい、超初心者用講座、何回も言うように自然体、これ何回言うても足りん。意識で体の一部や全体いずれも力が入らんように、意識で軽い小さな足幅、背中が伸びている、首筋も伸びている、ちゃんと相手に見ている、これが一番基本。10年、20年、30年やっても基本。力、体中から抜く。体中から硬いところはないようにする。いい姿勢、相手を見る。これ、止まっている時もそうだけれど、動いている時もそう。動いて止まった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 時もそう。動いていようと止まろうと動き始めようと全部自然体。ただし先生言っているように、まあ構えている時とちょっと動き始めた時ではちょっと足幅広くなる、ちょっと重心が沈むけれど、やはり力を抜いているとか柔らかいとかいうのは変わりがない。相手見ているのも変わりがない。そして手も構えたら力入れんよ、力入れんよ、力入れんよ。どこ関節の一つでも力が入ったら体中が硬くなる。それから足の運び、この間から言うたけれど、前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 、あと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 。これは今までもすでにやった。これにこの間から横を越えて、横はここから左、左、右、右。これで言うたら、この時常に中央線、自分の真ん中の線、これを意識してほしいね。で、横へ回して、だいたい左、左とか右、右を、左、左、右、右なんだけれど、ちょっと相手が目の前におるときは、このまま行ったら中央線が外れちゃう。ここに中央線があったけど、外れちゃうので、ちょっと円を描くように横、こっち向いてほしい。な、相手ここにおる。で、今は中央線。だけど左に行ったときに、ちょっと、ちょっとこっち、円を描く。ね、右言われたら、こうやったら、またここになって、ちょっと円を描いて、今こうなる。これは、人を意識した場合、ね、相手がおる場合は、左、右。相手がいない場合、左、右。ちょっと違う。だから、常に中心線がある。左って言ったら中心線。右みたいな中心線、この中心線が相手を捉えているということが大切である。それで今までの稽古に加えてこういう稽古をしたい。今まではあと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 こういう稽古をしていたね。相手がついてきたらさあ当たりしますまた当たりしますまた当たりしますこういう稽古をしていたに加えて、な、突く人もまっすぐ突く、下がる人もまっすぐ突く、ちょっと
それに加えて、もうこの目これは二つでいい。例えば、あと、あと。これ今まで二つやったかな。な、あと、左。あと、右。というふうに、あとのあとに付け加える。ただし、あとは2種類あるな。あと、こんなあとと。こんな。どっちもあとやと。その後に右と左を付け加える。だね。で、付く方も、まっすぐ来たここじゃない。な。次、またここをまっすぐ狙ってきたら、ここは横に出す。こうね。ね。まっすぐ出てきたら、こうさ。また出てきたら、こうさ。はいか。まっすぐ出てきたら、こうさ。また出てきたら、こうさ。ということだね。けど、最初から、左へ下がる。な、こう、突っ込みたら左へ。そしたら今度の目はまずここを切る。な、一本目はまっすぐ突っ込む。と、左へ。と、次はここを切る。ここから、また後へ下がる。な、左後へ。ね。あと、またまっすぐ突っ込む。あ、ごめんなさい。まっすぐ突っ込むのは左へ下がる。とまたここを切るからまた左へ。それでまっすぐついてるから左へ。とまたここを切るから右へ。今のこと分かるかな。この面はまっすぐついてるから右へ。まさかここついてくるから下がる。ということもあるけれど、まっすぐついてくる。右へ。またついてくるからさらに右へ。な。まっすぐついてくるから右へ。またこうついてくるから左へ。というふうに、もう一回、後ろの後は、後の後は、また後を左へ、右。左の後は、また後、左、右。右の後は、また後、左、右。というように、9通りある。だけど、これから始めるのに、これから始めるのが、まあ、なさらにな。後の下がり方も2種類。そういうふうにやると、いろんなフットワークを覚える。いろんなフットワークを覚えたら、なフットワークだけか、じゃなくて、フットワークを覚えたら上をどう使うか、ということを覚えるといけない。その上のやつは、ちょっと超初心者では難しいんで、差し当たって、足の動くことを覚えてほしい。もう一回やるよ。こうして。はい。あと。あと。あるいは。あと。あと。これ、後ろに下がる。2回ね。いろんな下がり方がある。あと、右。あと、左。ん？左。左、よくはい、左、右、はい、右、あと、はい、右、右、はい、右、左、こういうふうに、あとの次、あと左右、左の次、あと左右、
右の次、あと、左、右というように初心者は覚えてほしい。この後、その足の結果、上をどう使うかということは、ちょっと超初心講談のこの一般講座でやりたいと思う。つく方はあくまで追っかけていく。あといだ、あといだというように、あといだ。これ、ついてきたら左へ行った。次、左へ相手を追っかけていく。まずかな。というふうに、2回。それで、初心者は足だけ覚えたい。ここで大切なこと、自然体だから今言うと普通はスッと立ってくる、ちょっと足が悪いよけど顔は動いた。こっから上は体の動きとちょっと違う。これこう見てるな、左行った、ちゃんとこっち見てる。あいつ見た感じ、初心者を覚えてほしい。斬新、斬新いうのは何かしたあと、さらに何かするだけの体や心の備えを言っている。だからもうこれでパッとこういった時にさらに次攻撃でも防御でもできるというようになった。それを斬新、言葉だけでも覚えておいてほしい。斬新は残る心および残る身とか、まあ世間一般では心だけで終わっているけれど、先生は心を残し身を残すで斬新、あるいは斬新斬新と言っている。なに次の体勢が取れていると、いうのを斬新と言っている。で、斬新があるだけじゃなしに、斬新でさらに連続して何かができるようになるんだから。斬新そのものは一つの手段である。さらに動くという目的がある。それをもって斬新して連続すると言っている。それをやってほしい。で、超初心者は今のやつだけ言うたら、なんでそんな優しいことと言うかもわからんけれども、これが10年20年やって案外できていない人が多い。だから10年、20年やった人でも今の基本に戻ってほしい。私自体はもう78年武道をやっていながら今もそこへ戻る。超初心者に戻る。同じことを考える。もう一回確認する。そういうことが大切で、人間できたと思ったとき、もうダメになるよ。何回も何回も一番の基本に戻るというのを大切にしてほしい。それから超初心者、また復習しとく。突く。突きは原則として大きく基本のやつ。足はこれでもこれでも大きくつく、大きくつく。その次は小さくつく。これを覚えてほしいな。
大きくつく途中から途中からつく途中からつく、その時こっち側の手をついた時防御を得ます、ついた時防御を得ます、ついた時防御を得ます、こっち側で防御、こっち側で防御、防御ということを忘れるように、だから実際のでバッ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 これな、ああその時腰腰の回転忘れるように、腰の回転はちょっとで、これだいたいこっちつく時腰こう回転する、こっちつく時こっちつく時だいたいこう回転すると覚えておいてくれたらいい、腰を回転さす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 、この腰の回転と場合によったらということはそうでない場合もあるから、体の前へ行く力、例えばこれ体の前へ行く力が入る、例えばこれ体の前へ行く力が入るんだけれど同時に腰の回転が入る、ん、腰の回転が入って前へ行く力と腰の回転でついているけど、下がるとき前へ行く力、腰の回転、腰の回転、腰の回転、したがって前へ行くときは腰の回転と体が前へ行く力でより強くなる、下がるときは前へ行く力はないけれど腰の回転はあるというところで、ちょっと力が弱い、従って、武道としては前へ行くことを中心にする、だから突くときは特に前へ行く、腰の回転と前へ行く力、体のね、後ろへ行くときは体の回転が中心、前へ行く力はない、斜め前でもやっぱり前へ行く力と腰の回転がある、下がるときは斜め後ろね、体の回転だけ、体の回転というかな、腰の回転というかな、だいたい腰の回転と体の回転は似ている、腰だけの回転ではない、ちょっと体全体の回転、人は腰の回転言うけど体の回転と言った方がいいのかも、小さな時でも腰の回転がある、大きな時でも腰の体の回転がある、これ最初は意識して稽古をしてもらって最後は無意識に出るように、例えばこんなんでも腰の回転と前へ行く回転、前へ行く回転、体の回転と前へ行く回転、その場での時も体の回転、これ体の回転だけな、体の回転、腰の回転、前へ行ったら前へ行く力と腰の回転が変わる、後ろへ行ったら腰の回転だけになる、横へ行くのもどちらかというと腰の回転だけになるかな、というふうに腰の回転、体を使っているのを分かってほしい、お相撲さんなんかでもボンとつく、あれ前へ前へ行くな、だから当然前へ力入ってるけれど、あれも体の回転も加わっている、スローを考えてみたら分かる、
そういうふうに力は体を使う前振りが12番、その次が腕や足の力を使う。僕が言うと体が1、足も1、腕は2と言いたい。体の回転や前へ行くためには必ず体だけではなくて足つことをからな。まあ体から大と言うけど、体と足、これで右が腕の回転だから、腕だけで力強くされてやってないか。はい、な超初心者のために、今日は全身や連続いうことも言うたし、体、腕のことも言うたし、大きくつくも小さくつく、小さくて速くて力がある、パワーがあるということが大事。いつも言うたように力は原則10で、その力があるいうのは100のうちの、まあ、最大40、場合によってはもう15でもいい、20でもいい。特に抜き手なんかあんまり力がない、自分の手も痛むというのかな、軽にポンと言った。はい、ほんならそれで終わり。